ディフェンダー4番我らが栗原雄三選手がマリノス一筋の18年間の現役生活にピリオドを打ち、今シーズンをもって現役を引退することになりました。Campeão com você também, meu Corrado. Bom, meu amigo, Yushuni, Tanaride, Ureyo, Yushite, Yushoshita, Kotoga, Totemo, Yoi, Omoides. Per me un amore allenarti e
e credo che possa essere orgoglioso della grande carriera che ha fatto. C'è stata una bandiera per la nazionale, c'è stata una bandiera per il tuo club e meriti un grande applauso. Good luck. サポーターの皆様へお礼のご挨拶をさせていただきます。本日は本当に寒い中ありがとうございました。優勝でこのスピーチができるということでものすごく寒いですけどホッとしました。30年前、サッカーを始めて、地元の原 FC というチームで、背番号4番をもらいました。そこからサッカー人生が始まり、今日、引退するんですが、この背番号4番を脱ぎたいと思います。この4番は運命だったのかと思ってます。今日はここにいる皆さんにお礼が言いたいです。まずはこんな最高な雰囲気の中優勝してくれて本当にありがとう。チームメイトのみんなには感謝しています。ありがとう。マリノスを去った元チームメイトにもありがとうと言いたいです。マリノスの関係者、スタッフ、コーチ、監督、会社の方々、本当に今までありがとうございました。今日は僕の友達もいっぱい見に来てくれています。もしかしたらもう帰ってるかもしれません。あなたたちがいたから僕の人生は何倍も楽しいものになりました。生まれ変わってもし人生がつまんなかったとしても文句は言いません。ありがとう。
そして家族、本当に栗原家は最高です。今まで僕に付き合ってくれてありがとうございました。両親、僕が納得いくまでサッカーをできる丈夫な体に産んでくれてありがとうございました。こんな最高な舞台で俺を入れて親孝行できたと思います。そして最後に、サポーターの方々、僕はサポーターの方に感謝という言葉を教えてもらいました。いい時も悪い時も誰よりも大きな声で応援してくれたこと、一生忘れません。いつか恩返しできるように頑張っていきたいと思います。ここまではある程度考えてたんですか。キーボー、さっきの最高なコメント本当にありがとう。さっきのコメントが僕の中の一生の宝物です。最後にお願いがあります。松さんかと思いました。松さん、引退します。お願いは違うんですが、サポーターの方々というか、このスタジアムにいる方全員で最後僕のコールをしていただけたらと。お願いします。お願いしますよ。ありがとうございました。
これからも横浜 F マリノスと栗原雄三よろしくお願いします。栗原雄三選手お疲れ様でした。栗原選手にもう一度大きな拍手を送ってください。可愛い花束贈呈でした。実はこんな方々も花束贈呈にいらしていただいております。お忙しい中駆けつけてくださいましたカターレ富山榎本哲也選手、京都サンレフシー藤本純子選手に大きな拍手をお送りください。以上をもちまして栗原雄三選手の引退セレモニーを終了いたします。これより栗原雄三選手が18年間の感謝の気持ちを込め場内を一周します。
本当にこうやって4番のユニフォームを掲げてもらって、こんなにも4番があるのかと思うくらい皆さんが持っていて本当に嬉しいです。もっと頑張ればよかったなと思いました。もうできない何かこんな幸せな時間がもう今日で終わっちゃうと思うと本当寂しいですけど、終わんないですね何かこういう時に涙流してできればいいんですけど、僕には涙がないのかもでも本当に嬉しくて、家帰ったらいっぱい泣きたいと思いますしかしキーボーは本当にいいやつで、あんなコメントをもらえると思わなかったので本当に嬉しかったです。これからもキーボーは特に応援してやってくださいまだまだ話していたいですが寒いので終わりますシャーで歌います。やーやーやーやHa ha ha!